ジュン君、はい、いい返事。今日はなんか明け方から土砂降りになったりやんだり、土砂降りになったりやんだりしていますが、そろそろやみそうなので役所に行くのと商工会議所出かけてきます。ジュン君、経済活動っていうんですよ、そういうの。経済活動してきますからね。頑張って帰ってくるからね。自転車だからヘロヘロになると思うけど、頑張ってくるね。行ってくるね、行ってくるね。はい。はい。じゃんくん。お返事だね、じゃんくん。行ってきまーす。はーい。はいはい。ポンちゃんの方の声か。ポンちゃん行ってくるね。ジャン君も行ってくるね。さあ、まずは役所です。はい、ここが商工会議所です。商工会議所っていうのは大人の来るところです。はい、ジュン君、ただいま。ジュン君、おいで、おいで。暑い旅でした。ソフトクリームを買って帰ってきました。ジュン君。お、本じゃない方の人。本じゃない方のちゃん。ジャン君。いつも同じになっちゃうんだよ。ジャン君、カメラを回し始めるとここに来てこれやってもらえるんでしょう。敵に来るけど。毎日同じです。そしてまたぐるぐる回ります。やってね。よいしょ。やってほしいねんもん。あ、今度こっち。やってほしいねんよ。ジャン君、ジャン君。なんかもう体が疲れてきています。そんなにね。遠出したわけじゃないんだけど、やっぱり湿度がめちゃくちゃ高くてね。まあ坂だったしね。ねえ。坂道、坂道、坂道。体力いっぱい奪われたね。さっきもブラッシングしたから、あれ、あれなんだっけ、毛を取りたかったんだよね。商工会議所の冊子に載せる、キャッチフレーズみたいなやつに、絵を入れられるということで頑張って絵を送って、その後商工会議所のなんとかナビみたいなやつね、まあホームページの、中にあるこう業種別に検索できたりするやつ今作り終えました。さあ頑張って仕事を取れるといいね。取れていいね。でもね、アニメーションとか動画作れますとかイラスト描きますっていうものになかなか仕事はないね。そうね、東京の時も結局なかったからね。ないね。うん、むずいね。まあまずは人と会えるようにね。いいだね。していきましょう。動物関係のペットあれてないのかな、なんかお仕事。それでさ、動物のイラストとかいろいろ描くよって。わかった。秦野に動物園ができればいいんだね。え？クマ描いたり、レッサーパンダ描けばいいんだね。うん。じゃあレッサーパンダ描けるようにしときます。え、ポンちゃん。ポンちゃんブラシさせてよ。え、ブラシブラシ。ポンちゃん。ブラシブラシ。
ですよ。